今回はドラえもんって社会風刺多くて驚くみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。子供の頃はよくわからなかったけど、長編になると環境問題とか戦争に切り込んだ内容のエピソード多いよね。蜘蛛の王国のこのシーンとかもろに冷戦の暗喩じゃんと思った。物語後半で抑止力のはずだった蜘蛛戻しガスは実際に使われてしまうのも含めて、 F 先生が冷戦と核抑止論にどんな目線を向けていたかがよくわかる。あのこれ要するにガンダム種の血のバレンタイン的なあれが起きちゃったということ。確かほぼ人はいなかったとは思うけど。ゾウとおじさんの会もあるから戦争系は結構多いんだよね、ドラえもん。アニマルプラネットは100環境問題の話だからな。ブリキの迷宮のロボット頼りにしてたら人間は自分で何もできなくなるって話も現代に通じるものがあるよね。スレガも同じ冷戦ネタのペンシルロケットと自動仕返しレーダーも、設置した本人たちの意図しないところで発動するのがオチなんだよね。片や味方ということになっているやつらの暴走、片や機械の誤作動で。創世日記の静香ちゃん、時事ネタは結構ある。母さん、僕のあの帽子どうしたでせえね。ええ、夏薄い峠から霧積みへ行く道で渓谷へ落としたあの麦わら帽ですよ。映画人間の証明のセリフ。制作時期的にタイミングが重なったのは偶然だろうけど、新リトルスターウォーズでパピの独裁者を糾弾する演説は世界情勢もあって心に来るものがあったな。ヘソリンと海面は愉快だけど直球であれだからな。この漫画はたまに社会風刺的な強い回があるけどさ、その内容がなぜか不思議と納得できてしまうものならすごいよね。この人は本当に経験して知り尽くしてきたから言えるんだろうなっていう説得力がある。これ連載第2話のそれもかなりどうでもいいコマでこれぶっこんでくるからね、しびれる。環境保護のマスコットにされないようにしたり、バランス感覚がいい人なんだろう。旧日本軍も言い分はあっただろうし、アメリカにだって言い分はあるからね。当然第三国にもね。秘密道具で戦争を解決できる力を持ってるからこそ、この達観っぷりなのかもしれないね。名作から学ぶことは多いって師匠が言ってたのは、こういうことなんでしょうか。ソシャゲミン、ソシャゲやらないの？まあ、そういう価値観もあるよね。ヒソシャゲミン、ソシャゲはバカの娯楽、時間の無駄だ。こういうのは？ほーん、くらいで流しとけそれくらい。うん。両方正しいと思う。まあソシャゲ民がとんでもない課金税なら話は変わるが、多分前提にないから違うだろうし。1973年にこれ書いた人だからな。ペンシル、ミサイルと自動仕返しレーダーをチェックだ。こういう背中が寒くなるタイプのクールな世相ネタは好き。ラジコン大回戦みたいに一コマにさらっと仕込むのが良い。エスパーナビもそういうの多いよね。すまん、このシーンの意味がよくわからないんだけど、誰か解説できる人いる？一作品として世の中に公開されたものについてはどんなに批判されても、批判されたということそのものには文句は言えないし、批判をやめろとも言えない。またその批判も同様に公開されたものであるなら、作者側も批判を批判していい。12について誰にも批判されたくなければ公開するな。3、ただし前提として批判の応酬はあくまでも作品に関することでとどめておき、現実で人格批判などにはつなげてはいけない。評価も真剣だからいい話なんだよな。軍隊における命令絶対の横暴さを描くのは珍しくはないが、こういうのを描くのは悪者がひどい命令をして主人公がそれを正すって風にしそうなもんなのに、調子に乗って命令するのが主人公の側っていうのが、考えてみたら描写が難しいものを描いてるなって思った。このセリフも実際唐突に軍隊の話が出てくるんだけど、特に引っかかることなく読めるからな。階級ワッペンの話だからな。そういやそうだった。虐げられた側が権力に溺れていく様を一コマで表現できてるのすごいよね。権力に溺れて独裁者になるのび太、考えさせられるものがある。こここそドラえもんの道具で楽する場面じゃねえのかとか思ってしまう。これこそ権力の本質だろう。
他人が自分の命令に従うことこそ権力。権力者にとっては国家、自分のために他人が汗水垂らすこと自体に意味がある。社会が豊かになるとか合理的な仕組みとか自分が豊かになることすら二の次。単純に豊かな生活をするだけなら千年前の王様より現代の庶民の方がはるかに豊かだけど、現代の庶民には権力の味は絶対に味わえない。昔の権力者と現代の庶民の対比はドラえもんでもテーマになっていた気がする。こういう視点そのものがなんというか反権力というか片方の立場からバイアスをかけたものの見方だなぁと感じる。そういう見方を肯定することが庶民という言い方で自分の被害者意識を肥大化させた俺たちが満足する娯楽だからだろう。福本作品の銀と金でも同じようなこと言ってたな。自分の性的憎きあいつを一時とはいえひれ伏される快感。奴ら、政治家はその一瞬のために身を焼いてやがるのさと。やっぱり他人が自分の思い通りに動くのは楽しいし気持ちいいのだろうな。知るかはありえそうにないけど、ライアンやスネオがこの伸びたと同じ立場に立った時に伸びたみたいにならないとは言い切れない。ライアンはともかく、スネオは無敵本来の剣があるし。うろ覚えだけど、なんかの実験で監視役と囚人役に分けたら監視役がどんどん横暴になっていったみたいな話あるから、独裁者になったら伸びたみたいなことなる可能性はありそう。独裁スイッチでジャイアン消した後そのポジションに収まったのがスネオだったしな。あの話ではスネオが消された後にはハローとヤスオが同じようにガキ大将やってたし、世の中そんなもんだよなって考えちゃうね。ワイロージャイアン記憶にない。これはロッキード裁判ネタ。のび太は頭が痛くてお会いできないそうです。トラ、人間は文明に頼りすぎ。へえ、そうなんだ。え、どうしろと？ドラえもんって実際すごいロボットなのかもしれないな。波も人間よりも心を重んじている。本編はこういうバランス感覚の良さがあるから学習漫画ドラえもんの思想強いやつで笑っちゃうんだよな。交渉術を心得てるドラ様好き。困り眉なのが可愛いね。格みたいな話だな。でもさ、これドラちゃんかしこいねで終わらなかったよね。力には力だ。だけでもダメであるというさらなる現実を見せつけられる。ただの脅しのはずだった力が暴走し、実際に使われてしまう。子供向け作品ってこういう人生における心理みたいなの書かれてるから好きなんだけど、大抵の大人はそれをバカにしてくるよね。好きなものを好きと言って何が悪いって話よ。F 先生の言葉ってシンプルなのに説得力あってすごい。メタネタまでしてきてガチめな話をしてくるんだからギャグ漫画としてのバランスも奇跡的にいいんだ。スネ吉兄さんのこのセリフはわかりやすく深い。ポータブル国会が爆発するときもビオンが解散なの好き。